吉宗評判記暴れん坊将軍。馬をいじめるな。目は下手くそだ。馬を可愛がらねえから動かねえんじゃないか。何？見てろ。よし、頑張れよ。そら。何も食べてないって本当らしいわね。これも食べていいのよ。はい、ありがとう。あいつ買いまくったかな。さっきの馬のこと？坊やよっぽど馬が好きなのね。うん。うちはどこ？中山だ。中山村の三吉だよ。名前が三吉なの。だけど中山村ってどこにあるの？何にも知らないんだね。出羽の国村山通り中山村じゃないか。出羽の国って道の国の？そんな遠くから一人で江戸へやってきたの？馬泥棒ってきたんだ。お代官の飯村刑部がオラのサブを盗んだんだ。サブって、あ、馬ね。それお代官様が？今頃どうしてるかな。きっと見つけて取り返すんだ。見張る駒じゃな。さすがは上様、お目が高うございます。うん、南部馬の雄大さに比べほっそりと見えるが、いや、よく走りそうじゃ。ああ、いかにも名馬の風格を備えておりまするな。御意にかない、光栄に存じまする。出羽の国には蔵王と申す名山がございます。それにちなんで蔵王と名付けてはいかがでございまするか。蔵王か。うん、それがいい。では早速攻めてみようか。ああ、とんでもございません。それはなりませんぞ。荒馬にいきなり上様がお乗り遊ばして落馬でもなさったら一大事。お馬預かりの者に十分乗りこなさせて後じい、俺が落馬するような未熟者だと思っておるのか。まあ見ておれ。はっ、上様、上様。奥州田倉藩主若年より松倉備中守が献上した名馬は吉宗の愛馬となり、備中守は太刀一振り黄金三枚を拝領して面目を施したのである。Thank you.
走りますな。ついてくるのが精一杯でございました。早いばかりではない。気性が素直だし、しかも大惜しい。ああ名馬は血筋と申しますが、それだけではありますまい。よほど丹精に育て上げたのであろう。さようでございましょう。サブ。誰かが連れ去ったものと思われます。矢の馬を盗んだ者がいるのか。上様の愛馬を。許せ。助け、すぐに手配して捕らえよう。はそれがしも全力を挙げて相務めます。三吉の心は自分の馬を取り戻した喜びでいっぱいだった、はいはい、一方吉宗も蔵王がどのような素性の馬なのか知る由もなかった。三吉がふるさとの村へ帰るべく千住の宿へ来た時。どうしたんですか。馬泥棒の千住だって。馬泥棒。誰かお侍さんの馬が盗まれたらしいですよ。そんな大変だ。あ、お家様。辰五郎はいるかな。へえ、それがあいにく町内の旦那たちにせがまれて親御前のお供なんで。ああそうか。へえ、留守か。へえ、おかみさん、おかみさん。うるさいね。なんだい、しつけな声出しやがって。まあこれは大岡のお奉行様。まあ私としたことがなんとまあはしたない。さあどうぞ。お、どうぞ。さあ早く持ってて。いや頭に内密で頼みたいことがあってきたのだが。はい、あの私どもに何なりとお申し付けくださいまし。大岡様のためならば。そうですとも、頭なんかより明日たちどもは軍刀役に立ちますぜ。そうそうそう。失礼しすぎだよ。あのでも私たちでできることでしたら何なりと。すまん。実は馬が一頭盗まれた。それもただの馬ではない、上様のご乗馬なんだ。え、将軍様の。捕まったら獄門が張り付けですね。そうだろうな。とんでもない奴がいたもんですね。できれば表沙汰にはしたくない。それにただの盗っ人の仕業とも思えんのだ。そうでしょうね。普通の泥棒がそんなバカな真似するわけがありませんよ。役人も動いているが、私としては何とかその前に抑えたい。あのそれでどんな馬なんですか。黒影の名馬だな。つい先頃猿道徳の大名が上様に献上したのだ。お代官の飯村行部がオラのシャブを盗んだんだ。きっと見つけて取り返すんだ。この間の坊や見なかった。はあ、坊や。あ、あれっきりですよ。そう。うん。ありがとう。え、いい。あ、新さん。いや、一人で昼飯か。違うの。ちょうどよかった。ちょっと助けてほしいの。ん？ね、ちょっと。うん。どうしたんだ。あのね。もしかしたらお奉行様が言ってた盗まれた馬っていうのが坊やの探してる馬じゃないかと思って。坊や。ええ、三吉っていうの。その子がお代官様に盗まれた馬を探しに
江戸まで一人でやってきてるの。それで何かのことでその馬が将軍様のご乗馬になってたってことも考えられるでしょ。うん、私あの坊やがそんな大変なことをしたんだと思うと心配でしょうがないの。そうか、おまちゃん、その話を聞かせてもらってよかったよ。え？いや、何でもない。馬泥棒を本当にその三吉がやったのかどうか俺が確かめてみよう。ああ、よかった。手前までが拝謁を仰せつけられるとはどういうことでしょうな。わからん。座王がお主のとこから出ていることはご存じないはずだが。備中守、座王の行方はまだ分からんのか。はっ、ただいま懸命に探索いたしておりますゆえ、今しばらくのご猶予を願い上げまする。では代官、飯村刑部とはその方か。はあ、苦しゅうない、表を上げい。はあ、座王はその方が治める出羽の国にて産した馬であろう。はあ、仰せの通りにございます。それがしが里で見つけ、あまりの春明へ小判50両にて買い上げ、備中の神様に献上いたしたのでございます。なるほど。それがしは同じ道の国領地をいただく者として日頃実婚にいたしておりましたので、1年ぶりの出府に刑部が手土産として持参してくれました。そうか。ところで刑部、小判50両にて買い上げたと言ったが、それに違いないか。もうとう、相違ございませぬ。よい、下がれ。半蔵、お園。聞いたであろう。はい、上様の座王が三吉の育てた馬であることはほぼ間違いないと思われます。うん、だが三吉は代官に馬を盗まれたと言っておる。思い違いか、それともどちらかが嘘を申しておるか。半蔵、ご苦労だが出羽の国へ行ってもらおう。そして代官の祭りごとと村々の様子を知りたい。かしこまりました。直ちに。おい、今日あのそこの雑穀屋で聞いてもじゃねえか。あ、馬泥棒が馬の餌を買いに来るかもしれねえと、いいところに気がついたな、せっ一人。ここが違うよ。みんなを出し抜いてよ、お奉行様からご褒美もらおうじゃねえか。もらおう、もらおう。ごめんよ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おとなしくしてたか。おめえの好きなスマを買ってきてやったぜ。今わらに混ぜてやったな。姉ちゃんにもらった銭はこれでなくなったし、腹減ったな。いいんだよ、おめえは遠慮しねえでくれな。お前たちはしばらく外せ。あの馬だが50両で買ったというのは本当か。そんな余分な金があれば御前様に献上しておりますよ。これまでそうしてきましたようにね。やっぱりそうか。領地の百姓から年貢の方に取り上げたもんです。その百姓はおとなしく手放したのかとおっしゃいますと。あの泥棒だ。葵の門の蔵を置いた馬を盗むほど不敵な奴がおるとは思えん。
もしかしてその百姓と関わりがあるのではないのか。そういえばあの時。この馬です。見事だ。両代はおろか、道の口を探してもこれだけの馬はいまい。おい、この馬を年貢米の代わりに差し出せ。お代官様、それはできんというのか。ご承知の通り、今年は何十年ぶりかの凶作で、村中どのうちも食べる米はもちろん、種もみすらことかくありさま。それでも私はお年貢だけはお納めいたしました。なるほど、貴様納めた。だが隣の五兵は年貢が納められず、田畑を捨てて逃亡したではないか。それは五人組共同の責任だ。貴様が五兵に代わって納めるのはお上法だ。しかしこの馬は息子の三吉が手塩にかけて育て、まるで弟か何かのように日頃飼いがってきました。大事な宝物でございます。黙れ。本来ならば逃亡の罪の連打で浪人でてもよいと。うまいところで許されるのを妙だと思え。それでいけ。そうか、小せがれがの。座王を盗んだのはそやつの仕業かもしれんな。あるいは万一小せがれの口から事実が漏れれば、御父、お主は上様を騙したことになるぞ。それだけでは済まぬ。お主につながるわしの守備も悪くなる。年貢米の一部はこっそり御前様の懐に入ってるんですからな。万十郎。手の者を増やして馬を探せ。そして小せがれは切れ。もう起きていたのか。村へ帰りてえか。街道へ出れば孫をやって稼ぎながら行けるんだけどな。うん、そうだ、宿場危ねえから川を渡ろう。おめえ、俺を乗せて泳げるだろ。よし、そうしよう。おめえ、三吉じゃねえか。こんなとこで恥ずかしいが、ま、座ってくれ。食うか。いらねえ。そうか、
代官が年貢の代わりに三郎な。父ちゃんの年貢じゃねえ、五平さん、おめえの年貢のためだ。すまねえ、とんだ迷惑かけちまって。俺はもう村に逃げ出してから江戸で人足やってたが、三日目に怪我しちまってよ。今じゃこのざまだ。俺みてえな弱虫はどこに行ってもダメなんだ。逃げよう逃げようとすると不幸せはどこまでも追っかけてくる。よーく分かっただ。腹減ってねえのけ。減ってるけどいらねえ。おめえはえれえな。おらがこんなこと言うのはおかしいけど、人間つうもな、どんな時でも逃げたりしちゃいけねえもんだ。おめえは強い男になってきて。大家さん、一緒に村へ帰ろう。サブを連れてか。うん。そりゃ無理だ。おめえお役人に追われてるんだろう。村にもお代官所の役人がいる。しばらくお休みになりますか。もう書類はまだまだこの通り山のごとくございますから。いや、そうだない。仮に子供が罪を犯したとしたら、その子供は罰せられるのか。ご公儀の方では老人と子供は罰せずというのが建前になっておりまする。ま、老人はともかく幼少の者を罪に落とさないというのは結構なことでございますな。そうか、三吉は罰せられないのか。お園か。三吉の居場所が分かりました。座王を連れております。それと今一人村を逃亡した百姓が。百姓？はい、年貢に困って逃亡した者のようです。三吉の馬はその方として代官が取り上げたと思われます。よし、分かった。俺が行ってみよう。それに三吉という子供にも会ってみたい。上様。じい、そう怖い顔で睨むな。上様。おら、サブ連れて名乗って出よう。え？サブはオラが盗んだことにする。何しろサブはでっかくて目立ちやすいからな。このまま捕まるよりは進んで名乗って出た方がいい。だけどそしたら五平さんが。いいんだ、みんなオラから出たことなんだから。せめてもの罪滅ぼしだ。それに江戸には大岡越前の神様つえれえお奉行様がいなさるそうだ。そこへ名乗って出る。おらのためにすまなかったな。おら大岡様に全部ぶちまけて、サバきっとおめえのところに返してもらうようにお願いすんだ。だから勘弁してくれ。Thank you.
名乗って出るなら俺が行く。そいつはいけねえ。それじゃあ俺も申し訳が立たぬ。三吉、村へ帰ったら皆の衆に五兵が謝っていたと伝えてくれな。貴様の馬か。オラが盗んだ馬でございます。蔵王に間違いない。小せがれは三吉の罪じゃございません。盗んだのはオラでございます。これから奉行所に名乗って出て。奉行所だと。ええ。通りすがりの風来坊、徳田新之助だ。覆面に面体を隠し、何の罪もない百姓の命を葬ろうとする貴様たちこそ何者だ。本当よ。国ももうすぐ春が来るな。村へ帰ってただ作りたかった。五兵さん、五兵さん。坊やが三吉か。どうしてオラの名を。め組のお祭りに頼まれたんだ。お姉ちゃんに。馬が将軍様のご乗馬になるなんて大したもんだね。え、将軍様の。なんだ、知らなかったのかい。あんたはね、その馬を盗んだんだよ。いや、そうではない。三吉はただ自分の馬を取り戻しただけなんだ。どんな素性の馬かも知らず受け取った将軍さんが悪いのかもしれんな。新さん、あんたそんな恐ろしいことを。将軍さんも後で気づいて後悔しておられるのではないのかな。何はともかくさ、そんな恐ろしい馬、一日も早く、ねえ、お返ししようじゃないか。ねえ、だけどお姉ちゃん。だけどもヘチマもあるもんかね。第一ね、馬だって出世すりゃ嬉しいんだよ。将軍様のご愛馬で大事にされて、食べ物だって違うしさ、坊やといるよりずっと幸せだよ。さあ、それはどうかな。そうに決まってるよ。検討つね、早速大岡様にお届けしておくれ。はい、早く。坊や、さ、担当食べよ、おまっちゃん。なるほど、大岡様か。名奉行だから、きっとうまくさばいてくださるだろう。
なあ三吉、五兵衛は気の毒なことをしたな。村へ帰って田畑を作りたかったのに、故郷を捨ててもやはり土に生きる百姓だったんだな。それをできなくしたのは代官の悪政だ。そしてそれを正せなかった将軍だ。許せ。座王は上様のお手元に戻った。ところで行部、今年の年貢の集まり具合はどうじゃ。不作のため手こずっておりますが、なんとか昨年並みの6万石には。公儀に納める年貢は5万石、その差の1万石はこれまでと同様、江戸の米問屋に流して御前様に。とか申して、その方もたっぷりと溜め込んでいるではないか。とてもとても御前様の足元には及びません。誰だ、そこで何をしていた。御前様のお座敷と伺い、ご挨拶にまかり出ました。見慣れぬ顔だな、新入りか。はい、おそなと申します。よろしくお引き立てくださいますよう、お願い申します。なぜ逃げる。今のは脅しと見て取ったか。滅相もない、怖さにすくんで動けなかっただけ。女ながら恐るべき腕前、ただ者とは思えません。まさかご公儀の隠密ではないでしょうな。上様直々の。御前様いかがなされます。は、ただいま。どうであった。代官飯村刑部の悪政は事実でございます。過酷な取り立てに耐えきれず土地を捨て他国へ逃亡した百姓はすでに数十名に及んでおります。3年前から年貢はおよそ6万石を集めておりますが、ご公儀お蔵入りは5万石。しかし代官所の書類は巧妙に帳尻を合わせてあり、不正の証拠とするのは残念ながらできません。そうか、ご苦労であった。上様、様子を探ってまいりました。飯村刑部の背後にいるのは備中の神か。はい、二人が結託しての不正は明らかでございます。そして昨夜五兵衛を切り三吉を殺そうとしたのも備中の神の指図に相違ございません。半蔵、忠助に伝えてくれ。明日遠野に行く。友は忠助と備中の神だとな。わかりました。上様、もしや備中の神が自分の身に迫る危険を知り破れかぶれになって。かまわん、今度のことはこの俺にも落ち度がなかったとは言えぬ。自ら過ちを正すのが将軍としての道であろう。そうではないか。上様、ご上意謹んで受けたまわりました。お役目の儀ご苦労に存じまする。殿、かかる夜更けに上様のお使い番とは。明日遠乗りの友を生徒の仰せだ。もしやこうなってはやむをえん。刑部を呼べ。サムナ、
が将軍様なのかな。どうした？様子が変だ。タオ、どうするんだ？押し込んだ。ドド、押し込んだ。行くぞ。大丈夫だ。危うく命拾いをしたぞ備中守。当てが外れてさぞがっかりしたであろう。なんと仰せられます。余が貴様の企みに気づかぬと思いよったか。大官飯村刑部と結託して不正非道の数々すでに明白であるが、素直に恐れる貴様ではあるまい。故にわざと遠野に行くことで貴様の出方を待ってみた。座王に含ませたのは鳥かぶとか、それとも邪行か。何のことか、それがしには一向に知らぬと申すか。はい。上様、参ったようでございます。備中家家来宍戸紋十郎です。所持しておりましたこの袋の中に鳥かぶとの根が見つかりました。お、三吉。徳田様。上様であられるぞ。え、その人が将軍様なのけ。これよい。将軍様、そいつがサブに薬を飲ませたんです。俺はこの目ではっきりと見ました。そうか、片付けない。備中守、これでも知らぬと言い張るか。かくなる上は出会い出会い。改めてお命を頂戴つかまつる。若年寄松倉備中、諸人の藩たるべき要職でありながら己の懐を肥やさんがため悪逆非道の振る舞い、民百姓になり代わり成敗いたす。
三吉、村へ帰るか。はい。蔵王、いや、サブを大事に可愛がってやれよ。え、オイラが？サブはお前の馬だ。誰よりも親しみ、懐いているお前と一緒の方が一番幸せであろう。はい、今までよりもっと可愛がります。俺の分までな。はい。この村にもやがて春がやってくる。大寒の圧政から解放された喜びに満ちた本当の春が。吉宗の目には遥か道の奥の山や川、なりわいに勤しむ人々の姿が浮かんでいた。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は。いいかみんな、火事場で火を相手に怪我でもしたなら褒めてもやるかな。その代わりだ、大名火消し相手にくだらねえ騒ぎなんか起こしやがったら承知ねえぞ。今夜こそ加賀百万石の面目にかけて町火消しごときに遅れを取るではないぞ。ここの景色地はめ組の辰五郎が取った。松五郎、やれやれ、みっともにもねえ、するんじゃねえ。町火消しの失態が忠相の失脚につながる。門前町あたりに火を放つのでござるよ。あった。死んでる、死んでる。次回、男が火花を散らす時、どうぞご期待ください。